沖縄製粉株式会社は沖縄県那覇市に本社を置く製粉会社。小麦粉やプレミックス粉などの粉製品、乾麺の製造、販売を主な事業としている。1955年10月27日に設立。創業初期には当時アメリカの中日大使であったダグラス・マッカーサー2世が同社の工場を視察している。沖縄県で 唯一の製粉会社であり、小麦粉では、県内シェア1位を誇る。食を通じ笑顔をお届けするを、コーポレートメッセージとして掲げており、サーターアンダギーやチンンといった、沖縄の伝統菓子専用のプレミックス粉など、地元の食文化に根ざした商品開発を行っている。また、製粉以外の主力事業として、アクアクララが販売する、ミネラルウォーターの製造、 ベーカリーショップやカフェの運営も手掛けている。近年では、アジア地域への製品展開に力を入れているほか、親子参加の料理教室の開催、福祉施設へのクリスマスケーキの寄付を通じて、地域社会への貢献活動も行っている。沖縄県のバスケットボールチームである、琉球ゴールデンキングスのオフィシャルパートナーでもある。以下、会社サイトより引用。 ま富城区市に所在するショッピングセンター、富富富内にあるベーカリーショップ。人材育成、市場調査、ユーザーへの還元の3つを目的として出店されており、50アイテム以上のパンを取り扱っている。ドーナツ専門のスイーツカフェ。県内では3店舗、愛知県の東山道植物園内に1店舗、計4店舗が運営されている。ボール状のドーナツに、 各種トッピングを施したメニューが特徴で、自社開発による小麦粉を使用している。また、店舗の内外装は、大衆出身の漫画家、イラストレーターのウィスト・ポン・リミットが、アートワークを手掛けている。テレビ CM は、県内では、お母さんの味、手作りの味のフレーズで知られており、2011年には、琉球ゴールデン・キングスとのコラボレーション企画による、インタラクティブ型 CM が、 その年に開催されたアジア太平洋地域の広告祭スパイクスアジア2011で金賞を受賞している。また、かつては沖縄テレビ放送で土曜日18時前の天気予報のスポンサーとなっていた。ありがとうございます。